シャトレーゼ製ケーキをカフェで提供するのは違法？バーのカキピーとの違いを検証。京都嵐山のカフェがシャトレーゼのケーキをそのまま提供し、物議を醸しています。シャトレーゼ側はブランドへの影響を懸念していますが、法的には問題ないとのことです。ただし、自家製と偽ると詐欺に当たる可能性があります。みんなの反応。どの業界でも似たようなケースは多いよね。例えば、有名な食品や工芸品を買い集めて小売りしている店がある。正規の定価に送料と利益を加算して売ってるんだ。個人でやれば転売屋だし、Amazon にもいるよ。有名なお菓子屋さんはホームページで注意喚起してるけど、手に入りにくいものだとそういうルートでも欲しい人がいるから厄介だ。事故が起きた時のことを考えると、こういう商売は根絶したいよね。でも、正規の手続きを踏んでの業務用の購入は日常的に行われてる。シャトレーゼの場合、個人向けの小売商品が転用されてる点にリスクがあるけど、その点を明確にして、通常の製造者と小売の関係に落とし込めば問題ない。業務用のご購入につきましては、あらかじめご相談くださいと告知掲示して、申し出があれば業務使用についての契約を締結した上で商品を提供する。普通はこうだよ。営業許可を下ろす仕事をしてるんだけど、新人の頃に先輩から転売目的じゃない商品は勝手に売っちゃダメで、相手に確認して許可を得る必要があるって教わったんだ。当時はそうなの？って感じでよくわからなかったけど、それ以来その通りに対応してた。でも最近コストコは転売 OK だから再販店が増えてるんだよね。ただ小分けした食品の表示が正しくないことが多くて問題になってるんだ。シャトレーゼは転売禁止を徹底するか、転売可能としてルールを決めるべきだと思います。今注目されているので、姿勢を明確にすればシャトレーゼの評価が上がるチャンスです。シャトレーゼのケーキは生菓子で、水分が多く牛乳や卵も使われているから傷みやすいんだ。保存料もほとんど使ってないから、温度管理をしっかりしないとすぐにダメになる。だから、生菓子をそのまま提供するのはリスクが高いんだよ。カキピーみたいな水分が少ない食べ物と同じに考えるのは危険だね。もしシャトレーゼのお菓子を他店で売るなら、商品管理の研修を受けるなどして品質を保つ工夫が必要だ。でも、そこまでして他店で売りたいか？シャトレーゼは自分の店で売りたいだろうね。カフェやホテルで提供するケーキを下請け製造する会社があるんだけど、自家製造しないところは田から仕入れるのが普通だよね。下請け製菓の方がシャトレーゼより安くて味も問題ないはず。でも、中華カフェがシャトレーゼがいいって理由で仕入れるなら、シャトレーゼに対して契約するのが日本の商習慣としての常識だよね。法的には問題なくても、商売上の問題があるんだよ。ただ、インバウンド客はケーキの出所なんて気にしないから、カフェの営業は続くんだろうね。今は中華資本が強くて、日本の商習慣を無視する勢力が出てきても、少数派なら商売が難しいけど、中華資本力に押されてる状況だね。中国旅行客のお金は中華資本系が全部拾う仕組みになってるから、そこをどう法整備するかは国の仕事だよね。店舗で買ったものを時点で提供するのは法的にも倫理的にも問題ないと思う。ただ、消費期限内に消費することが大事。抹茶セットの練り切りも近所の和菓子屋さんが作ってることが多いけど、それと同じ運用ができるかどうかがポイントだね。シャトレーゼは、自社のケーキが業務用ではないと主張したかったんだろうけど、個人的にはその店でケーキを食べる気はないね。そういう人が増えれば、経済的にどうなるかは自然に決まると思う。そもそも、完成品のケーキを仕入れて出す店は他にもあるし、飲食店のケーキには期待してない。ちゃんとしたケーキが食べたければ、好きなケーキ屋に行くよ。食あたりの責任は、出どころが明確なら製造業者にあるけど、わからない場合は売り主側にあるよね。購入後は、製造側の過失を証明しない限り、購入者の管理責任だし、特にケーキみたいに腐りやすいものは転売する側がちゃんと管理しないとダメ。でも、ケーキ屋さんのケーキを使ってるって大々的にアピールしなくても、問い合わせがあったら教えないのはダメだよね。ケーキとカキピーの価値観は人それぞれ、居酒屋もスーパーの惣菜を出す店があるし、よしあしは価値観次第。だから違法かどうかの基準が大事だよね。昔、忘年会の帰りに同僚と喫茶店に入った時、本格カスタードプリン、400円の張り紙を見て、久しぶりに本物のプリンが食べられると喜んで注文したら、見覚えのある形のプリンが出てきた。周りの女の子たちは笑いをこらえていたが、さっき、厨房でクチッという音がしなかった。の一言で大爆笑となった、甘いお菓子の苦い思い出です。要するに、ケーキでもパンでも吉野家の牛丼でも、正しく売れば問題ないってこと、
価格が高くても消費者が納得して買ってるなら不当販売じゃないし、店も適正な価格で仕入れて提供してる。衛生面の責任も提供側にあるし、缶詰やカップ麺を売ってるバーと同じだよ。昔、マキシム・ド・パリのミルフィーユが食べられるケーキバイキングに行ったことがある。ミルフィーユは一度しか食べられなかったけど、その店は結構流行ってた。マキシム・ド・パリに関連してたかは不明だけど、経営手法の一つだろうね。シャトレーゼのケーキは持ち帰り専用でカフェで食べられないけど、需要があるならそれも経営手法だし、違法じゃないならお客が判断すればいいと思う。ケーキみたいに賞味期限が短い商品を仕入れているなら、仕入れ先とちゃんと契約が必要だよね。もし店の衛生管理が悪くて食中毒が出たら、製造元のシャトレーゼにも責任が問われるかもしれない。だからシャトレーゼに黙って提供するのはリスク管理ができてないってことになる。法的には問題ないかもしれないけど、万が一のことを考えると飲食店でやるべきじゃないと思うよ。転売については人それぞれの価値観があるけど、シャトレーゼが怒るのも理解できる。商品開発や物流にコストがかかってるし、シャトレーゼは小売店だから再販するなら確認が必要。生菓子だから責任の所在も明らかにして契約を結ぶべき。転売を望まない企業や小売業が守られるようになってほしい。シャトレーゼが事前に動くのは、食中毒などのトラブルが起きた時のリスクや時間を考えると当然だよね。今回も社員を使って対応してるから、かなりの費用がかかってるんだろうな。シャトレーゼのケーキはコスパが良いから、業務用の冷凍ケーキを開発すれば新しい市場が開拓できると思う。お店側が価値を認めたのは光栄なことだし、これを機に業務用ケーキの販売を始めるのもいいんじゃないかな。お客さんに対して誠実じゃないですね。ケーキを作らないなら、厨房は冷蔵庫とコーヒーメーカーだけでいいです。短期間で廃業や業態変更する店ならそれで十分でしょう。でも、この店がケーキを売りにしてるなら、シャトレーゼのケーキだと知ったお客さんはがっかりします。私はシャトレーゼが大好きで毎週買ってます。シャトレーゼのクオリティと価格は他にないです。こんな話題で取り上げてほしくなかったです。コストコで買った商品を分割して売る店が人気らしいんだよね。コストコは会員制の卸業だから、そのやり方は正攻法と言えるかも。法の隙間をついて商圏を広げるコストコのやり方のさらに隙間で商売してる感じ。でも、シャトレーゼは基本的に個人向けに販売してるから、こういう運用は想定外だったんだろうね。法的には問題ないけど、商売の隙間を突かれた感じがする。バーで提供されるかキピって考えると、バーや居酒屋、パチンコ店など風俗業絡みの事例が多い気がする。本質的にどこか裁量的ないかがわしさを業態自体が内包してる感じがするんだよね。近所の喫茶店は同じビル内のケーキ屋からケーキを買って出してるけど、ちゃんとケーキ屋のケーキって書いてあるからみんな分かって買ってるんだよね。この記事のお店もシャトレーゼから仕入れてるって書いて、シャトレーゼに確認すべきだったね。カフェで毎日仕入れて販売してるなら、仕入れ元の判断が気になるよね。シャトレーゼが不満なら、そこを調べるべきだと思う。個人的にはその点が知りたいな。シャトレーゼの商品に問題がなければ、喫茶店側の管理不足が原因かも。だから、シャトレーゼに責任を求めるのは無理があるよね。購入した側が責任を持つべきだよ。居酒屋やバー、キャバクラなんかで出される乾き物や冷凍食品って、実は普通に小売りで買ってきたものを高い値段で提供してることが多いんだよね。原価を考えると売れ残りのリスクもあるから、その価格設定も理解できる部分はある。シャトレーゼのケーキに似たものを出してる店もあるけど、シャトレーゼ自身がうちのケーキに似てますね。でも当店で安く買えますよって言えば、広告費かけずに好印象な広報ができたんじゃないかなって思うんだよね。先日ヤクルトのつばきゅうろうと中日のドアラがアナンの表紙を飾ったんだけど、つばきゅうろうがその雑誌にサインしてグッズとして再販するって聞いて、文句言われないか心配になったのを思い出したよ。法的に問題がなければいいって考えが強くなったけど、話を通しておいた方が長期的に得だと思う。 SNS ですぐわかるし、評判は法的な問題とは別だからね。バーで食べるカキピーは自分のところで作ってないと認識されてるけど、シャトレーゼのケーキが300円で買えると客が知ってるかどうかで店の評判は大きく変わる。物には製造責任があって、消費期限内であれば安全でなければならないんだよ。サードパーツ製のものは消費期限が長くなるように保存料とか滅菌処理された原材料が使われるんだ。自社製品は流通期間が短いから保存料は使わないことが多くて、消費期限も短い。でもその管理ができてないリスクがあるんだよね。法的に問題がなくても、製造側は直営店舗外での再販に対して注意喚起をする権利があるから、
声明を出すべきだと思う。事故が起こった時の責任を負わないようにするのは企業の従業員や株主に対する責任でもあるんだよ。このニュースの気持ちわかるよ。ケーキも一生懸命作った人がいるんだよね。私もハンドメイドで稼いでるけど、ある日アマゾンで自分の作品が無断で高値で売られててびっくりした。自分の努力が他人の稼ぎに使われてショックだったけど、どうにもできなかったんだ。みんな町の喫茶店のケーキが店主の自家製だと思ってた。実は仕入れ元が業者か店とかの違いだけなんだよ。観光地の茶店の和菓子もその茶店で作ってないことが多いし、高級フランス料理店もパンを自分で焼いてるところはほとんどない。シャトレーゼ製ケーキとして提供されたら品質管理やブランドイメージが心配だけど、ブランドを隠して提供するなら大きな問題にはなりにくいんだ。生鮮食品だから衛生管理や消費期限はしっかり守るのが大前提ね。その上で町中花ですき焼き丼頼んだら吉野家の牛丼が出てきた感じ。ちょっと手を加えればいいんじゃない。京都嵐山のカフェもシャトレーゼのケーキを使うのは問題ないけど、そのまま出すのは商業道徳的にどうかと思う。少しは工夫しようよ。その店は他店の商品で済ませてしまうから、自分のアピールポイントを潰してしまってるんだよね。だから長期的な発展は難しい。商売を本気で開拓する気がないならそれでいいかもね。あとシャトレーゼと一緒にやる必要があるよ。多くの人は取引条件を受け入れないと取引が成立しないことや、受け入れていないのに受け入れると表明するのは詐欺だと認識していない。シャトレーゼが業務用契約のない飲食店に提供を禁止しているなら、それを無視するのは詐欺だよ。禁止していないなら問題ないけど、衛生面のトラブルが起きた時に誰も責任を取らない可能性があるんじゃないかな。みんなの反応としては、シャトレーゼのケーキをそのまま提供することに対して法的には問題ないが、商習慣や品質管理の観点から懸念があるという意見が多いです。少数意見としては、シャトレーゼが業務用ケーキを開発することで新しい市場を開拓するチャンスと捉える意見もあります。当チャンネルの意見としては、シャトレーゼのケーキを他店で提供すること自体は法的には問題ないものの、品質管理やブランドイメージの観点から慎重な対応が求められます。特に生菓子の取り扱いにはリスクが伴うため、適切な管理と契約が必要です。